北方艦隊は、ムルマンスクに司令部を置く、ロシア連邦海軍の艦隊である。カ海やバレンツ海など、北極圏の防備を担当している。艦隊主力は、セベロモルスクに置かれており、このためセベロモルスクは、閉鎖都市となっている。北方艦隊は、ロシアでは最も若い艦隊である。設置されたのは1933年のことであり、当時は、赤色海軍、 後ソ連海軍に所属した。ソ連時代後半には多数の原子力潜水艦を要したことで知られ、最大で200隻の潜水艦が所属していた。また、航空母艦や大型のミサイル巡洋艦も保有し、ソ連海軍の中でも特に有力な艦隊であった。しかし、ソ連崩壊後には逆にこれらの大型艦が重荷となった。北方艦隊では原子力潜水艦やキーロフ90、 原子力ミサイル巡洋艦の維持を優先したことから、有力なソブレメンヌイ、e、級駆逐艦を始めたの艦船の多くが活動不可能な状態に陥った。一部の艦船は整備を受けられないまま退役を余儀なくされ、北方艦隊の勢力は大きくそがれることとなった。2000年代に入り、ロシア連邦の経済状況が改善する中でこうした危機的状況も徐々に改善しつつあり、 活動を休止していた艦船も一部が、戦列に復帰している。2007年11月27日、ロシア海軍総司令官、ウラジーミル・ビソツキ大将は、北方艦隊基地へ出張中に、ロシア北方艦隊の行動海域は大幅に拡大されると発言した。この発言は、海外では注目されなかったが、ビソツキー発言から8日後の12月5日、 第43ロケット監視団所属の重航空巡洋艦アドミラルクズネツオフ第2対戦監視団所属の大型対戦艦アドミラルレフチェンコアドミラルチャバネンコ第16支援官理団所属の大型海上給油艦セルゲイオシポフ救助栄光艦ニコライチケルで構成される戦闘艦艇グループがセベロモルスクを抜病2ヶ月間の北東大西洋及び 地中海への遠征へと出発した。戦闘艦艇グループは、北方艦隊司令官、ニコライ・マクシー・イモフ中将が率き、艦隊運用は、第43ロケット艦師団司令官、アレクサンドル・トリー・リン少将が行う。北方艦隊は2010年9月20日に発足した、西部軍艦区の参加とされていたが、2014年12月1日には、 北極防衛の強化のため北方艦隊が新たに独立した作戦戦略司令部とされそれまで西部軍艦区に所属していた戦力の一部を含め統一指揮することとなった。2007年現在、ロシア連邦の北方艦隊は連邦海軍の中で最有力の艦隊であるとされている。攻撃部隊は原子力あるいはディーゼル動力の潜水艦と航空母艦を主力に 巡洋艦、駆逐艦、大型対戦艦など一通りの水上戦闘艦艇を保有している。北方艦隊所属の重航空巡洋艦アドミラル、クズネツオフは2007年現在ロシア海軍にとって唯一の航空母艦である。マップオブネーバルベイシス、シプヤーズスペントフュールストレージサイツアバイテッド、バイザローザンフリートこのほか、北方艦隊には 対戦小回帰やヘリコプターを中心とした海軍航空隊も所属し、これらは水上艦艇と協力して敵戦水艦や不審戦の脅威から国土を守る任務についている。第61海軍不評旅団という陸戦部隊も所属し、複数の大型揚陸艦からなる上陸部隊も構成されているが、規模はあまり大きくなく輸送力は限られている。なお、この他に 北方艦隊の担当領域では、ロシア国境軍の艦艇も活動している。これは海軍艦艇ではなく、北方艦隊とは別組織である。ありがとうございます。